それでは今日の試合を振り返ってみたいと思います。まずこのダブルスですね、まあ、やはり高校時代からの、まあ、そういうお付き合いがあるといいますか、はい、その森薗美咲鈴木梨花ペアが両方ともこのポルカノバそれからソンジャーペアの方は、ね、はい、新しい選手、ね、初めての、はいはい、組み合わせだったと思いますの で、離れるのに時間かかりましたよ ね、ただ1対1になって、はい、流れがどちらに行くかわからない状況の中でですね、うん、最後にポルカノバ選手の消極的なプレーはもったいなかったなというふうに思います。はい、さあそして、第2マッチがこれも、まあ、新しい戦力になりますけれどもカットマンのハンインと、そして、まあ、今日の場合エース級の、扱いという形の浜本優選手なんですけれども、はいはい、その浜本が、はい、この試合のポイントはやはり3ゲーム目ですよね。そうですね、ハイン選手が浜本選手のフォアサイドに横回転を入ったツッツキですよね、はい、を多く使ってから浜本選手が狂い出したというところ。なるほど、はい、そして最後はハイン選手の攻撃ですよね、そのサービスの組み立てであったり、今試合の組み立てがですね、良かったと思います、ハイン選手、はい、そして第3マッチはルーホイガン選手とそして森薗美咲選手の対戦、ここはまあ1人、チームの中では S はこの1人という風が、これもまた、まあ、新しい戦力と言っていいと思いますけれども、ドゥ選手、はい、そうですね、やはり香港のエース、素晴らしい試合を見せてくれたと思います。そうですね、はい、森薗選手もバックからの攻撃ですね、はい、良かったと思いますが、最後の最後はドゥ選手のパワーある攻撃ですね、パワードライブが勝ってましたよね。そうですね、はい、まあ、ハインが S のクラスで勝った、その後今度はそれとは逆のチームのというと変ですけれども、木下アビエル神奈川のルー選手が勝って、そしてこの第4マッチへ進みました。ポルカノバとサマラの一戦、これはまあヨーロッパから来た新しい戦力ということでありますが、これもあの流れとしてはポルカノバで行くのかなという感じだったんですが、ポルカノバ選手ペースで行ってましたが、はい、サマラ選手がレシーブからの攻撃、強気なプレーですよね、はい、そういった形が、まあ、運も味方をして最後は勝つことができましたね。ですから第4ゲーム、それからビクトリーマッチと、はい、あのビクトリーゲームとファイナルゲーム、ファイナルゲームですね、はい、これいずれも逆転という形でね、はい、サマラが取って、そして、まあ、この試合をものにして、トップ名古屋の勝ちが決まったと、こういう形になったわけです。まあ嬉しそうな表情。